レトロボーイ一郎です。はい、アナウンサーになりたかった山形を生んだ桜物園の天然ムスイクピーです。はい、ミカです。はい、今日はね、ちょっとまた変わったもの食べようかなと思って、うん、ちょっと用意したんですけど、はい、今日これ怖いんですけど、怖い。じゃーん、埼玉カレー知ってます？はい、これいや知らないでもよく見るとこれキティちゃん乗ってますよね。キティちゃんね、ブシュ和牛ビーフカレーって書いてあるんですけど、ブシュって何？ブシュってこの場所を、埼玉の場所を示してるんですけど、ブシュって、まあそのブシュの地域で取れる和牛のものが入った、うん、はい、まあ埼玉のカレーってことで、大宮駅の近くにあのソピアっていうね、埼玉の名産が売ってるご当地ショップがあります。ソピアは知らない。あ、そうですか。で、そこで540円で売ってました。うん、今日はね、ちょっとこのカレーをね、食べてみようということで。はい、大丈夫なんですか、ね、辛いの苦手ですね。いや、大丈夫でしょう。これ埼玉県のカレーだから。今ちょっともう温めてるんですけど、うん、まあこんなようなパッケージに。うん、美味しい日本。そうですね。美味しい日本カレー巡り。そうですね。この中にこれ入ってたんですけど、はい、じゃあちょっと早速食べてみましょう。はい、はい、ということで。埼玉カレーですね。ちょっと分かりづらい、あのそんなに傾けられないっていう、はい、埼玉カレーです。で、辛さはどれくらいなんですか？まあ野菜、いただきます。牛肉、多分ね、そんな辛くないと思います。どうでしょう？玉ねぎ、美味しい、甘い。あ埼玉カレーってもしかして玉ねぎカレーってことですか？いや、そういうことでもないんでしょうけど、ブシュ和牛ビーフカレー味だから、この和牛が入ってるんですよ。え、和牛に当たってないの、うん、あ、本当？和牛少ないじゃない。この辺が和牛ですかね。ちょっと四角いのが玉ねぎですね。これちょっと食べていただきたいと思います。はい、うん、あ、じゃがいもだ。ビーフ、え、じゃがいも、ね、あ、でも甘くて俺でも全然食えますね。ちゃんとじゃがいもと、うんうん、あの何、玉ねぎの食感が残ってて、はい、ちょっと和牛がなんか柔らかく とろける感じ。お、とろける感じ。うまいっすよ。和牛いるんですか？うん、なんか珍しく美味しい。あ、うまいな、これ埼玉カレー。うん、カレーいただきます。これほら、いろいろ入ってる。香りも本当に、うん、じゃがいも、玉ねぎ、人参、うん、牛肉、牛肉、埼玉さんね。え、あとは、あとは普通の優しい甘くて美味しくない？なんか卵を入れた感じの、うん、あの辛くない。うん、なんかでもこれ見ると、うん、この写真、小江戸 川越蔵通りの街並みっていう、なんかこれはなんか関係ある？関係ない。埼玉の風景を思い浮かべて食べると埼玉っぽい味になってるってことなんですか？ね、うん、そういうことなんですかね。キティちゃんは何が、なんかでも美味しい日本カレー巡りでいろんな県となんかキティちゃんがコラボしてるみたいで、まあ、埼玉以外の県にもこういった何々カレー、愛媛カレーとか、じゃあ全国にキティちゃんがいるってことなんですか？それもあるかもしれないです。なぜキティちゃんかはちょっと僕も分かんないですけど美味しいです。ね、美味しいよね。どうですか和牛が、あ、すごいちっちゃいの発見しました。よかった、よかった。すごいちっちゃいのありました。どうです？うん、和牛入ってます。やっぱりあのどうですか、このブシュ和牛ってね、ちょっとあんまり聞き慣れないんですけど、美味しいです。なんかあの僕辛いの苦手なんですけど比較的これ甘めな感じでしたよね。全然辛くない。普通に美味しい、うん、普通に美味しいカレー。埼玉県産の和牛を広めたいとの思いで黒毛和牛の導入を開始して、うん、まあなんか誕生した和牛ブランドらしいですよね。なんかね、これいいですよ、カリですよ。珍しく美味しいものだ。埼玉ビーフカリー、珍しく、なんかいつも甘みのばっかりで。まあ、今日は電子レンジで温めてちょっと作ってみました。はい、うん、まあ全然とっても美味しいです。美味しいですよね。うん、ぜひね、この埼玉県以外のカレーもどうやら各地で売ってるみたいなんで、カレーシリーズいいじゃないですか。うん、やっぱその埼玉県のその名産って
なんかそこの地の名産が入ってるっていうのがポイント、うん、いやこれもう久しぶりに久しぶりに美味しいものいただきました。あのレトルトカレーの中でもかなり俺の中で美味しい。だってなんか前回鼻くそとかで、そうおやめろやめろ、鼻くそ犬の鼻くそでしたっけ。秋田県の鼻くそだ、秋田犬の鼻くそっていうね、なんか変な、まあ、あれはデザートとして成り立ってます。なんかやっと美味しいものが食べれた。でも俺はねありがたかったです。これこれは美味しかったです。あのカレー好きなんですよ、レトルトカレーとか。好きなんですか。そう、結構好きなんですけど、甘口とかハッシュドビーフとかハヤシライスとか。でもこれはね、あのお子様にもおすすめ、うん、これは絶対に。でも、ね、540円って値段張るけど、まあネタとしていいですね。これカレーフェスティバルにあるんじゃないですか。ありますかね、これね。なんかでも弱くないですか、埼玉県。確かにね、インパクト、それはね、やっぱ山形のカレーには、あ、まあ確かに食べるとやっぱインパクトがいい。まあちょっとお気に入った玉かなっていうね、この牛を入れてる段階で、これ絶対うまいです。深谷ネギを使うとかね。なるほど、深谷玉っぽい感じ。深谷ネギを使ってネギとせんべいしかないんですよ。皮越えの芋を入れるとかね。あのね、そうですよ、薩摩を入れて、薩摩を入れて、あ、美味しそう。でも、うん、だから今度はそういうかぼちゃとかさつまいもとかありますね。だ埼玉県産のものを野菜を使って全部入れちゃうんです。今度全部自分たちでカレー作れた。そしたら埼玉カレーかなって感じ、ね、なるほど。で今度やりましょう、深谷ネギ、川越の芋、うん、あとはなんだ、なんか食べ物以外も入れそうで怖い。草加せんべいもカレーに入れたらいいんじゃないですか。埼玉の名産ないんですよ、そんな。いやいや、ありますありますよ。あと餃子のゼリーフライとか、なんでそれ入れるの。いやでもいいかも、カレーにしたらうまい。なんかチャレンジしてみたいなと思いましたね。どうでした今日、良かったですか。いや楽し、うん、美味しかったし楽しかったです。またカレーの回をぜひお願いします。カレーの回を、カレーの回を。結構カレーってバランスいいじゃないですか、うん、栄養はいいですね。ね、いいですよね、うん、みんなでカレーを食べようよ。そうだね。じゃあちょっと変な感じになっちゃったんですけど、なってない、なってない。お疲れっす。いやいや、お疲れっす。お疲れちゃん、お疲れ古いということで、はい、今日はプラス、プラス、なんかイグミちゃんからなんかあるんですか。そうですね、はい、私からというか私とまるちゃんから、はい、実はですね、リカちゃんから、はい、バレンタインのチョコレート、はい、あとキャンディーをいただきまして。あ、実はそうでした。お返しを、悪いね、まるちゃんから預かってきて、すいません、ありがとうございます。紹介させてください。はい、はい、なんだろう、ビレバンですか。はい、ビレバン。え、これビレバンってことはイチローさんが喜ぶもの。これはマルちゃんからです。身につけられるものなんで今身につけてください。いきますよ、いきますよ。じゃらららららららえあ、金メダル、はい、かわいい。今年はオリンピックなんで。あ、かわいい。なんて書いてあるのこれ、ミリオンズジャイアントミルクチョコレートコイン。はい、あ、かわいい。イチローさん似合いそう。よくわかんないけど、はい、いいですね。ありがとうございます、はいはい。これはちょっと私からなんですけど、ちょっと2人で使えるものということで、はい、時期的に。すいません。山地です、桜のコンペトンが入ってます。あ、すいません、桜花びら小鉢って書いてあります。かわいいもの、お菓子、はい、ありがとうございます。はい、あとこれは、はい、あのミカちゃんが、はい、よくこの柄の T シャツとかを、え、小物とか持ってたりするので、え、なんですか、なんですか。カルディで買ったんですけど、はい、え、これいいですか、もう、じゃあもう、これ出さなくていいですか。え、やだー、ここまで来てる。あ、出す、はい、え、はい、なんこれ、これお菓子ですね。やったー、なんだろうこれ、チョコパイ、読めチョコパイに、いや読めないよ。あ、確かにスイカよくチョコパイ、ウォーターメロンチョコパイ、そうそう、やったー、スイカチョコパイ。なんかこれハングルですか。え、食べます、美味しそう、ありがとうございます。これとこれと、やったー、あとコンペイト、コンペイトの小鉢、池袋ってことで、池袋を探したんではなくて、はい、池袋で大丈夫ですか。大丈夫ですか。ダメです。ダメです、だって。はい。袋からお伝えしました。現場からは以上です。はい。もうちょっと元気よく。
現場からは以上です。さようなら。バイバイ。どうもありがとう。